知らせが遅れて申し訳ないね。私たちなりに幻想郷の未来を思ってのことなのよ。謝ってる態度に見えないよね。私たち地底の妖怪を招待していただいてありがとうございます。ああ、こういうのは人数が多い方がいいんだし、悪いのは悟り様、あたいらは悪くないですよね。あんたらは言うな。